ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。1月まだまだ寒いな。まあ確かに寒いね。今日はみんなに寒い冬を乗り切る豆知識を伝授したいと思う。どうせくだらないことでしょ。くだらなくなんかない。じゃあ教えてもらおうかな。寒い冬にはまず朝にアニメを見るんだ。そして毎朝ほっぺをこすり合わせるんだ。想像以上にくだらなかった。冬のお供にリスのほっぺもおすすめだ。それはいいアイデアだ。なんもよくねえわ。ということで今日は寒い冬にこすりつけたいほっぺランキングを始めるぜ。前回は顔を挟まれたい太ももランキングだったけど、よくこんなくだらない企画思いつくね。太もも動画は今までの動画の 1.5 倍高評価もらえたんだ。太ももフィーバー。ってことで、まずはほっぺをこすりつけたいランキングをつけるにあたって注目したポイントを紹介するぜ。このランキングではほっぺのプニプニ感、そして、ほっぺの匂いを元に点数をつけてみた。ほっぺの匂いって何？プニプニ感だけではダメだったの？みんなプニプニ。ほっぺの匂い大事。ではスタートするぜ。みんなも実際にほっぺをこすりつけた時の感触を思い浮かべながら見てくれよな。なんてくだらない企画なんだ。では5位のキャラクターは、サオリさんだ。サオリさんはほっぺのプニプニポイントで高得点を叩き出した。確かにプニプニしてそうだ。今にもほっぺが落ちてきそうなほどのプニプニ感。これには高得点をつけざるを得ない。ほっぺを下から支えてあげたい。ほっぺが落ちたら大変だからな。意味がわからん。ここでサオリさんのベストほっぺショットを紹介するぜ。サオリさんはほっぺを膨らますような表情を取ることがあるんだ。これが俗に言うサオリ、奇跡のほっぺだ。奇跡のほっぺ。この奇跡を目の当たりにした人は皆口を揃えてこう言う。サオリさん、ほっぺツンツンがしたいですと。はい？何を言ってんの？サオリさんのほっぺが現れたらまずはツンツン、そしてこすりつけることをここでは推奨しておこう。メモ取らなきゃ。メモの必要ないだろ。次は第4位を紹介するぜ。第4位は、オレンジペコだ。オレンジペコもほっぺプニプニポイントで高得点を弾き出したんだ。弾き出したも何もあんたの主観で点数つけてるんじゃないの？断じて違う。信頼と公平。夢と希望。何の話？それとほっぺをこすりつけやすそうなこの顔の丸みもポイントが高かったな。ほっぺの面が大きいってことか。では、この顔の丸みを生かしたペコのベストほっぺショットを紹介しよう。このほっぺの弾力、そしてツヤ。プニプニな上にさらにツヤツヤである国宝級のほっぺだ。確かにツヤがありそうだ。鏡餅の餅くらいツヤツヤしてそう。鏡餅肌と呼んであげよう。ペコにほっぺをこすりつける際にはまずはそっとほっぺに触れてから、上下に滑らしてすべすべさも堪能することを推奨しよう。上下運動大事。必要ねえ。次は第3位を紹介するぜ。第3位は、ニーナだ。ニーナもほっぺプニプニポイントでかなりの高得点を弾き出したようだ。さっきからプニプニポイントばっかりだけど、いつになったらほっぺに多いポイント出てくるの？プニプニが基本。基礎をろそかにしてはいけない。左手は添えるだけ。何の話？ニーナといえばこのほっぺにある赤ちゃんのような赤い模様だ。特徴的なほっぺだね。ニーナのほっぺがどれだけ柔らかいのかを表現しているな。巷では赤ちゃんほっぺを持つ女子高校生とも呼ばれているようだ。お尻にも赤い模様ありそう。おむつの CM にも出演依頼来るかもな。ねえわ。では第3位ニーナのベストほっぺショットを見てみよう。見てみろこのほっぺ。ほっぺから優しい光が出てるようだろ。ほっぺが眩しくて前が見えない。そうニーナのほっぺには輝きも詰まっているんだ。ほっぺ界のダイヤモンド。あんたらは何を言ってんだ。ニーナにほっぺをこすりつける際にはまずお参りをすること、そして感謝とともに一気に弾力あるほっぺにくっつくことを推奨しよう。私は何を説明されてるんだろうか。では第2位を紹介するぜ。第2位のほっぺは、カリナちゃんだ。なんかロリっぽい子が続くね。それはきっと気のせいだ。カリナちゃんのほっぺも2位にふさわしいプニップニ感だ。そしてカリナちゃんのほっぺを一言で表すならば、吸い付きたくなるほっぺだ。こすりつけからの吸い付き。そう、カリナちゃん2位の理由はこすりつけからの吸い付きだ。特に汗をかいている時が狙い目だ。この動画は欲しかおらん。それでは第2位であるカリナちゃんのベストほっぺショットを紹介しよう。丸顔、プニプニ、汗かき、ほっぺの赤みと全ての魅力がカリナちゃんのほっぺに集結されている。これぞほっぺ界のクイーンだ。そこまで揃うと1位でもいい気もするね。それでも1位には届かないんだ。こすりつけたいほっぺで1位を取るのはそれほど難しいことでもあるんだ。だから人は上を目指せる。移行頂上に誰も目指さんだろう。そしてカリナちゃんにこすりつける場合は赤みの箇所から円を描くようにほっぺをこすりつけて、汗があるなら吸いつくことをも推奨したい。今日から実践で使えそうだ。使い道あるかい。では第1位を紹介するぜ。栄えある第1位のほっぺは、アンチョビだ。アンチョビが1位なんだ。
今までのキャラと比べると顔の丸みやプニプニ感が劣るんじゃないの。アンチョビほっぺナンバーワン。そしてオンリーワン。アンチョビのほっぺポイントはプニプニ感とほっぺの匂いも加わるんだ。ついにプニプニ感以外のポイントも出てくるのか。それに実際にほっぺスリスリしてるシーンがあったのも1位の理由になるな。この時は誰もが思ったことだろう。アンチョビにほっぺをこすりつけられたいと。そうなのかな。そしてここまで漂ってくるだろう。ほっぺからオリーブオイルの香りが。すべての空気を吸い込みたい。そんな第1位アンチョビ栄光のベストほっぺショットを紹介しよう。このアンチョビよだれ垂らしてるけど、よだれがあるからほっぺは輝く。よだれはほっぺのアクセサリー。アンチョビほっぺはこすりつける前に匂いを嗅ぐんだ。そして起こさないように優しくほっぺをこすりつける。最後にほっぺについたよだれを自らのほっぺにこすりつけることを推奨したい。先生、よだれを舐めてはダメでしょうか。今回はほっぺをこすりつけたいランキングだから我慢してくれ。あんたらは何を言ってんの。この世のすべてのほっぺたちよ。ありがとう。今日も動画を見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。何でもランキングにリクエストあったらそこもよろしくね。みんなのこすりつけたいほっぺもコメント欄によろしく。またね。アンチョビのほっぺをプニプニしながらご飯食べてくる。よだれはおかず。